はい、えー、皆さんこんばんは100円ですということでですね今日は特別枠まあおかしいレビューね2週間やってなかったんで、えー、ここでですね、まあ、ちょっとやりたいなと思ってますあのー、今日はですねこっちに、まあ、コンピューターがあるんですけどもツイキャスで、えー、生で配信しながらねあの収録してますいろんなコメント来てますけど「こんにちは」とかね今136人の人が、えー、見てくれてるみたいです ありがとうございますまあね生放送を参加できなかった人は、えー、YouTube の方でまあ、今見てると思うんですけどはい楽しんでくださいということでですねまあ何なのかとわざわざねこの枠を取って、えー、まずこれわかんない入れ物ですけどこれね、えー、軍の飯が入ってますこれとあとまあ箱からわかると思うんですけどスペース飯 <laughs> まあ俗に言う宇宙飯ですね。えー、まあな、このことの発端は何だったかというと、ま、あ私が誕生日だったんですよ。まあ、それで、あの、ギフト券をね、まあ、私の義理の、ま、あ嫁の家族からもらいまして、えー、ちょうど3000円ぐらいあったんで、ま、あアマゾンでなんかねえかなと、探していたときに、ま、あちょっとメタルギアやってるし、軍の飯でも、みたいなね、コメントが、まあったんで買いました。値段がね、ちょっと今、生放送で皆さん聞いてますけど、 アマゾンでね、両方買ったんですけど、確かね、これがね、えっ、ー、と、1400円かかって、で、これが、1600円だったかな。これまだちょっと中分かんないんですよ。じゃあね、どっちから食べたいかな。ちょっと、ツイキャスでじゃアンケート取ってみましょうかね。あ、取れないわ、これ。<laughs> ごめん <laughs>。えっと、じゃあね、じゃあまず、ちょっとこれは、お楽しみに取っときましょうか。これは取っといて、 えー、こっちのスペース飯からいきましょうまあまず中開封ですよね、えー、開封していきますさあ何が入ってるのか宇宙飯英語でなんて言うんだろう、えー、スペースえっ、ー、とねフリーズドライドスペースフードって書いてありますここにまあフリーズドライですねさあまず1個目いきまーすえー、ミント チョコレーートアイスクリームです、ね、もう音わかりますここにマイクあるんですけどもうねパサパサ <laughs> カロリーメイトが入ってるんじゃないかってコメント来てますけどそれはないでしょうえっ、ー、とまあミントチョコレートチップアイスクリームですね、まあ、これ一つはいあとえっ、ー、となんかねパスタとか欲しいんだけどねえっ、ー、とアイアイスクリームサンドイッチ <laughs> またアイス来ましたよまたアイスかそしてえーえー、<laughs> ナポリタンアイスクリーム来ましたナポリタンかよ、えー、とウィダーインゼリーだとかね地元の施設に売ってますとかねえっ、ー、とアイスしかないですね今のところでもね大丈夫他にもまたいっぱい入ってるはい えっとまずですねえこれブラストオフこれはえペパーミント <laughs> エチケットか <laughs> 知らねえよなんでペパーミントなんだよえそしてですねえスペースフードスティックスえーピーナッツバタージま多分エナジーバーかなんかですかね なんか俺が思ってるスペース飯と全然違うんだけど、えー、スペースフードスティックスチョコレート味、えー、全然違いますね <laughs> そしてこの,この4本が残ってますけどえー、っとこれはね何なんだろうさ見ましょうスプ,ラッシュスプラッシュダウン、えー、グレープ味、えー、レモネード、えー、レモンライムそしてオレンジ えーとですねこう注意書き書いてありまして、えー、H2O と混ぜてくださいって書いてあります <laughs> 要はこれ飲み物ですね俺の飯はどこに行ったんだよ <laughs> こ,れこれさ俺さもっとさなんかステーキとかねパスタとかねそういうの期待してたんですよなんかお菓子ばっか まあしょうがない1400高かったなじゃあ早速ちょっと食べていきましょうかね何からいきたいかな H2O 宇宙宇宙ギャグだって H2O がない可能性もあるでしょこれひどいなこれがスペース飯っていうカテゴリーに入ってるのがひどいなちょっとコメント拾いましょうか菓子<し>飯 <laughs> <laughs> ああなるほどね フリーズドライいやこれはでももともと粉末状ですよこれはねじゃあえっとナポリタンってリクエストが今あったんでナポリタンいくかえっ、ー、と何宇宙食って塩分高めなんですよね気圧のせいお<ー>じゃあナポリタン行こうか、まあ、とりあえず全部食うよよしまあ気持ちはね宇宙ですよこの宇宙のね服の人がちなみにこれ全部アイコン違うんですね アイコンというか絵が違うんですねちゃんとこ,これはあの、宇宙船でこれは2人は宇宙の人ね <laughs> 宇宙の人っていうか <laughs> じゃあナポリタン行こうかあ、ちなみにねちょっとカロリーチェックすかえー、っとなんだちょっとちょっと読みますねえー、っとカロリー120カロリーこれ1個で1人分です 1>, 1個で1人分えっ、ー、と砂糖は1 1ムまあそんなにそんなに多くないですね、えー、よしいただきます俺よく匂い嗅ぐって言われるんだよねまあ匂い嗅ぐんだようんなんかね甘い匂いあでもなんかなんか紙,紙に 紙に包まってますね開けていきます鼻から風はなんなかったなうわ砕けてるうわ最悪 <laughs> ボコボコに <laughs> まあ、こんな感じですこんなナポリタン知ってる人だったら分かると思うんですけど赤、えー、白チョコじゃあまぁちょっともうねかいんですよ いただきますうんチョコの味がなんで砕けてるかなじゃちょっとバニラのとこいきますねチョコはねもうそのままチョコレートですわ ストロベリーも食べようかなうんストロベリーの味だね <laughs> あのねあのですねいつもレビューでもう食べてね鼻から抜けるって僕言ってるじゃないですかあんまないこれな,なんなのかななんかね これ、多分自分の世代だったら分かると思うんですけど昔骨のお菓子があったんですよ骨骨のね形をしたなんか軽い感じのそれにすごい似てるもうとにかく軽い軽いし口に入れてもねもうなんか水分全部クワーってクワーって持ってかれますね脳がめっちゃ乾くななんですけどちゃんとその味はするんですよチョコレート バニラ、ストロベリーうーんただアイス食べたっていう気持ちにはなんないですね、うん、ちょっとこれは保留アイ,スアイス食べたっていうよりなんかちょっと新手なお菓子食べたって感じかなこれはちょっと飲んだ方がいいわこれやばい <laughs> あっちゴミ箱なんでね じゃあ次行きましょうかえー、次ねじゃあアイスクリームサンドイッチいきましょうアイスクリームサンドイッチっていうのはあのー、あれですわなんてクッキーの間にバニラチョコバニラアイスが挟まってるやつですよアメリカでは結構有名なお菓子ですねこれもあんまりカロリー変わんないっすいただきますこれもちゃんと入れ物に入ってますね これは、あすげえすげえすげえ見て見てまさにもうそのまんまそのまんまですわこういうこれに本当にアイス入ってるのが売ってるんですけどこっちでこれはもう <laughs> 硬いですわ硬いでかいとかコメント来てますね袋がこれすごいな見えますやったいただきます これさ、これ変わんないよ、さっきと。ビスケットがあるだけだ。うん。<laughs> なんか甘いビスケット食べてる感じだけですね。うん、ちょっと評価、あとでまとめてみましょうか。これも、まあ、まあまあかな。まあ、でもね、ミント好きなんですよね。だから、これはちょっと期待してます。 えー、ミントチョコレートチップアイスクリームですからこれねいけると思いますいきましょううんうあーっと、ね、ちょっと待って怒られる汚すこれはうわーこれも砕けてんな <laughs> あうっすらね緑色で中にあのチョコチップが入ってるの分かりますかねこれ感じ 匂いい変わんねえないただきますうーん,うーんまあちょっとバニラ基本はバニラなんですけどうっすらミントの味がするって感じコメントで「水につけるんじゃないですか?」って聞いてますけどそれはそれはないですね。 微妙 <laughs> もうねこれねいや俺ね本当に本格的な宇宙食をすごい期待してたんでお菓子が来ると思わなかったからね鼻からね抜けないコメントでね鼻からはってすごいみんな書いてくれてますけど鼻からね抜けないんだよねやっぱりあれじゃないかな物をさフリーズドライする時って多分香りも全部ね持ってっちゃうと思うんですよねだからそののいつもの俺が ってね、こう、あーってやってますけど、それはないですね。残念ながら。えー、うーん、宇宙アイスクリーム評価は、堂々の3ですね。<laughs> 珍しいだけかな。はい。じゃあ次行きましょうか。えーっと、じゃあ、スペースフードスティック。えー、ピーナッツバター。これ行きましょう。これはね、 カロリーはえー、っと150ですねなかなかだなさあいただきましょううわ黒い見てチョコレートにカバーされてますねいただきますうん中にピーナッツバターが入ってますね うーんー <laughs> 素直に言っていいですか <laughs> 俺これ食ったことあるし普通に何かエナジーバーで宇宙ってねつけてねめちゃくちゃ高くね売ってるよこれふ通。<laughs> 普つふつふっふつ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  チョコレートも行く変わんないと思うんだよな。一応行くか。ああ、なんか普通やな。これもほら、見かけ同じだもん。どうせ中チョコ入ってんじゃん。中ほらチョコレート。うーん。食ったことあんな、俺も。知ってる味だわ、俺が。 フッツこれいいよねこれ別にお金もらってさレビューしてるわけじゃないからさ好きなこと言えるもんねもうそう言いだしたらねまっつ <laughs> あじゃあちょっと待ってえっ、ー、とねちょっとジュ,ジュース飲もうちょっと待ってね はい、戻ってきました。ということでですね。えー、っと、なんか飲むか。全部いらねえな。s さに講義のメールを。<laughs> いやー、いらないな。じゃあ、どれいくグレープか、レモンライムか、オレンジ。まあ、あここは、ここはオレンジだろう。ねオレンジじゃな、ここはね。 よしじゃあいきますちょっと入れてみるわ何だろうねうまいのかなこれいきますよああああおおちょっと量が少ないからうーんうわちょっとちょっと混ぜないと。 <laughs> すいません何回も <laughs> フレームアウトして <laughs> よしうわ <laughs> もうねもろにねあのもうなんていうの人工的な匂いだね俺これダメなんでこういうのこれ俺これ駄菓子屋で嗅いだことある匂いだわ 屋のやつ、宇宙って名前つけてさ何割増しで売っているみたいな <laughs> うん怖っうん,うんこれはねこれはねもう一言いいっすかいらねっ <laughs> オレンジの味するよするけどもう完璧にねもう人工的なものもほんと宇宙の宇宙行く人がこれ食ってると思えないんだよなこんな体に悪いもん食べあーっとアイスが食べるかな宇宙行く人がさもっと健康的なもん食べると思うんだけどなえー、ということでですねえー、あまだ残ってるわ そう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 ね。ジュースはじゃあまあ、ジュースはもう評価1でいいわ。<laughs> もう1だわ、評価。さあ、じゃあですね、えー、最後、お口直しにミントね。これを食べないことには、やっぱ宇宙宇宙マナーですよね。ミント食べろと。宇宙マナーですわ。狭いとこにみんな住んでるから、やっぱお口のエチケットは大事なんでね。えー、さ最後、宇宙ミント。これはどんな味がするのか、宇宙ミントですよ。 さ、えー、ちょっと期待してます。一番期待してるかもしれない。あれ？あ、こっちか。ああ、はい、これね。こんなこんな感じで。さあ、うん。ちょっと壮大なね、宇宙を感じるかのような味がするような気がします。いただきます。 あなんかなんかねなさを感じましたね口でうんなさがね降りてきました僕の口に <laughs> あーこれうまいなこれはねえー、もう評価5ですねこのミントは美味しいこれはじゃあもらっときましょう 他は全部あの嫁ちゃんにあげます。<laughs> これいいね。あ、やっと、うんそう、コメントありました。ありがとうございます。えっと、鼻から抜けましたかと。えー、やっと鼻から抜けました、ミントが。こうね、口に入れるとね、こう、頭にね、出てくるんですよ。こう、スペースシャトルがこう、飛んでね、僕のベロに、着陸してるかのような気持ちになってね。そして、 この美味しいスーッとする香りが鼻からハーっとねハーっと抜けます。<laughs> いやーすっきりした。美味しかったなー。えー、ということでですね。あぶないぶい。ジュースが、えー。えーとですね。まあ、スペースミール、宇宙食ですね。えー、約1400円、えー。えー、もうね、総合評価。総合評価は、もう完璧にですね。 もう,もうおすすめできないですねそう。興味本位で食べるんだったりですよこうみんなでどんなもんなのかなって食べればいいですけど美味しいとかそういうのを求めて買うようなもんじゃないですねまあ本当に宇宙に行く人は絶対これ食べてないと思いますね食べてるわけがないと思うんだよなえっ、ー、とね日本が開発している宇宙食は美味しいみたいでよすそにナオさんが言ってますけどね星はねえー、2つっす <laughs> もう2つ <laughs> もう絶対これ食べてるわけないと思うんだよこれをさどうこれ NASA が出してんのかなぁあっちょっと待って, <laughs> ちょっと待ってなんてことだこれね箱にね書いたんですよどこが作ったか僕はねここにもうこうロゴ,ロゴでね NASA って書いてあればいいなって思ってた見たんですけど えー、ファンキーフードショップって書いてありますね。<laughs> ファンキーってちょっとね、なんか、ふざけてる、ぶっ飛んだみたいな意味じゃないですか、英語で。ファンキーフードショップってお店が売ってるイコール、えー、これは多分、本物じゃありません。ということで、100円まんまと騙されるということでですね、えー、宇宙食、えー、星2つでお願いします。